お母さん、スプーンまだある。また負けちゃったの。ボブ君、あの子のこと好きなんだ。まあ、あんたと弟くんじゃ好きとずっぽんだもんね。僕にはないもの兄さんは持ってるだろ。人は彼らをこう呼んだ、超能力者と。すごいわ。ストレスがたまると何かのきっかけで力が爆発するだろ。今日はいつもにまして元気ないよ。2回バイバイバイ。僕は自分を変えたいんです。超能力があるのにどうして。モテたい。もっと超能力者集めるんだ。そうした力を持つ者たちは能力を誇示し、人々を恐怖に陥れ支配しようとする。お前の力見せてみろよ。笑え。リツ。人並みに怒ったふりしてんじゃねえよ。青春は限界を超えると爆発する。モブサイコ100。